午前11時半ごろ、札幌東区北22条東18丁目の2階建ての住宅で、換気口から火が出ていると近くの住民から通報がありました。火はおよそ5時間後に消し止められましたが、住宅内部をほぼ全焼しました。勢いはすごかったです。裏の台所の換気扇のところから炎が吹き出てたし、表側の今のところのガラスが破れて、そこから黒い煙と、それから赤い炎が吹き出てましたから。この火事で、この家に住む79歳の男性が顔にやけどをしました。焼け方の激しい1階では、石炭ストーブを使っていたという情報もあり、警察と消防が原因を調べています。